よーかち、こちらがタイポンです。それでは竹下久保で世界一の選手目指し実況やっていきたいと思います。結構ね、質問でね、最初の挨拶なんて言ってるんですかって言われることがあるんですけど、よーかち、こんにちは、こんばんは、タイポンですと、申しております。はい、ちょっとこれはね、定期的にこの最初なんて言ってるかっていうのをね、ちょっと定期的に、ね、発信していこうかなと思います。それではね、今回からリーグ戦開幕ですね。ホームでオサスナを迎えての試合になります。スペインに移籍してきたということなんで、実況の方もね、英語からスペイン語にしました。で、なんでか知らないんですけど、だいぶなんかスタメンがね、サブという感じですね。もうスターメン組は、トップ組はなんかもうコーチーノ、久保、ラムジー、ペレイラぐらいなんじゃないかみたいなね。どうしちゃったの、まあ、ククレジャもまあ入れるぐらいか。ちょっと俺なんかやばいチームに移籍したかもしれない。もしかしたら。バルセロナはバルセロナかもしれないけど、ちょっと違うバルセロナに来ちゃったかもっていう。どうしちゃったの?まあまあ、久保無双見せてあげましょう。じゃあ久保としてプレイで、レッツゴー。ラリーガーサンタンデーバルセロナ VS オサスナー。さあ、リーグ戦が始まりました。いいですね。おい、行きますか。じゃあ試合、スペイン語やっぱいいな、普通に。俺英語よりもやっぱスペイン語とかのが、まあ、英語のがでも好きか。ごめん、嘘ついた。英語のが好きです、普通に。ただスペイン語もいいよね。うん、ポルトガル語なんだよね。めちゃくちゃなんか激しい実況。早っ。イエロー出すの早いよ。そんな激しく言ってたか、今。俺にはそうは見えなかった。いいね。ラムジーとなんかプレイできると思わなかった。ほい。もうコウチーニョと、タケッサとラムジーで崩していくみたいな。そんな、もうチームなんで、ここは。いや、決まったでしょ。いやー、マジか。惜しいな。さあ、タケちゃん行っちゃおうか。はい。行っちゃおうよ。まあ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 。惜しい。はい。はい。いいね。いやあ、ペレイラちゃん。もう、打ってく。とりあえず打つ。怒ってる。これコーナー蹴らしてくれる可能性ないか。蹴らしてくれてもいいのに。ポーンと。はい。このクロス。合わせるやつがいねえわ。さあ、カウンターが。いやー、まあ、うまかったな、今、パス。危なかったわ。さあ、ラムジー。来たよ。来た。え、そっちか。こっち。いいよ。はい。どうだ?何それ?何今、パス?パスしたの?シュート落としかったな。個人的には。お、ククレジャいいですね。ククレジャさん。竹内さん、ここまでいるよ。下がって。はい。しっかりパス散らして。ちょっともう中心の、俺が中心の選手だと。やっぱそれぐらいの気持ちで やんないと。まあ、OVR で言ったら一番だからね。今、このスタメンの中で。おい、ファールだろ。よし。流してたけど。ここ狙う?いや、狙わないわ。さすがに無理だ。いや、でもこれ、可能性あるな、マジで。ちょっと待って、ほんと狙っちゃうわ。どうせ合わせるやついないんだよ。ここで一発狙った方がまだいい気がする。いきます。竹下かー!おー!意外と惜しいし、めちゃくちゃブレてた。おい、ボール移してくれよ。すごいブレヨだったよ。いや、意外と本当に惜しかったな。ちょっとびっくりしたわ。さあ、タケちゃん、オッケー。危ない。ククレジャ、タケスタライン。からのこいつ、こいつ、なんだっけ。バルサビーンで、知ってる。さあ、タケちゃん。コウチーニョに。いいよ。いけ!ラムジー!さすが。やっぱ信じれるのはコーチーノ、ラムジだけかもしれない、このチームで今。背番号41。渋いね、なかなか。ラムジね。まあ、現実だとユベントスで移籍しましたけど、本当活躍してほしいな。ラムジすごい好きな選手なんで。
だから一緒にねプレーできること本当に誇りに思います。マジでこのキャリアで、いやいいシュート、おーし、ちょっと今のはねアシストもゴールもついてないんで、まあ、起点にはなったかもしれない。ただやっぱそこはね本当にがっつりねもっこりやっていきたい。よしよしよ、いいねいいねいいね。さあ竹久、ちょっと適当すぎたかな、シュートが。弾道良かったけどな、めちゃくちゃ。皆さんね、この実況の方にね、たまにちょっと集中して聞いてほしいんですけど、本当にね、稀に、チンポって言うんだよね。これガチで。まあ、ティンポなのかもしれないけど、どういう意味なんだろう。なんかめっちゃチンポって言ってんだよね。な、ま、バラセキャラバラツートラバラチンポ、みたいな。結構ナチュラルに言ってんだよね、自然に。なんかちょっとバレないようにチンポって言ってみみたいな感じのノリでチンポって言ってくるんで、ちょっとそこに集中して聞いてもらえるとね、よりこのスペイン語が楽しめるかもしれないです。でもねスペイン語ってね、おいしょおいしょ、竹さん日本人すごいね覚えやすいらしいっすよ。なんか覚えやすいって言うとちょっと語弊があるのかな。ちょっと一回これパスだ、危ね。発音はなんかローマ字読みでそのまま読むだけだから、英語みたいになんかちょっとワーワーみたいな、なんかウォーターをなんか変な感じで言うみたいな感じはないみたいな。だから簡単に発音はできるよみたいな。いけ、でもフォワード交代。さあ竹久、この試合はわりかしパスミスとかもしてないよ。来た、いやいや、ラムジーちょっとラムジー中心のチームなのかもしれない、このチームは。今のところちょっと変えていかないとな、体質、こういう体質変えていかないと。てかパス回しがなんか本当にバルセロナっぽくてよかったね。このラムジーのシュートかっこよすぎだろ。ジャベブ吐きそうになった、ちょっと負けじと。おデンベレ入れてきた、危ない、吐きそう。アルトゥールとかさ、どんどん入れてこうよ。てかラムジー変えられちゃったんだけど、ハットトリックさせてあげたかったのに、残念。デンベレとか最初から入れろよ。なんで若干ちょっとおささのこと舐めてんの。さあ竹久、行くぜ、はい、行ってこい、走るよ、来た。ちょっとそのトラップというか悪かったな。いやいいね、それは通るでしょう。まあいいよ。あ、コーナーキックもしかして。竹下蹴らしてくんないのか。まあいいよ。セル。なんとか頑張って。おら!いや、惜しい。意外と惜しかった。悪くない。めっちゃ腰ひねってるね。えぐ。竹下の評価全く見てなかったけど、評価やばいね。9.2 って。相当いいですよ、この評価は。なんかシンプルなプレーしてんだけどね今回、普通にあんまりこう自分がというかじゃなくて、結構周りをこう使うようなプレー心がけてるんですけど、やっぱそういう方が評価点が上がるのかな。まあ、パスの成功率多分相当いいと思うんだよね。おいおい、それは来た来た来た、いいね、ここでしょ。やっぱこういう役割がいいな。ダメか。はい、竹久、ここに立ってパス行込んで。いやー、ルトゥーはこれ。ちょっと、ほんと最後の最後に、アシストか、ゴールか、したいですけど。ほら!悪くない、悪くない。おい。いいね。打て!こっちに。いや、惜しい。さあ、終わりかな?もう試合は。最後、まだチャンスあるのか。はい、じゃ最後ぐらいいいよね、行かせてもらって、やめよう。すぐやめる。いや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 、危ない危ない危ない。あー、マジか、まずい、パス要求。ここタケちゃんに、はいはい、あー、くそ、マジか、いけたな今。ただ評価点は非常にいいよ、この試合。パス成功率も 93% と、シュートこそ少なかったものの、悪くない結果じゃないですか。監督のフィードバック非常にいい。マン・オブ・ザ・マッチでしょ。
ラムジーか。くそー、まあ。9.2、評価点 9.2 もいい。さあ、練習しましょう。クロスの能力上げたいな。さあ、次はアウェイでベティス戦ですね。こちらの方をやっていきましょうか。なんか起用方針が未だによくわかんないんですけど、あ、でもデンベレとか入れてきたな。あ、いや、でも結構ガチ、さっきに比べたらサブメンじゃないね。うん、でもトリッピアとか出してほしいけどな。なんか見たいな。メッシもね、全然出ないし。の、どういうことなんでしょうか。はい、じゃあ、久保としてプレイでいきましょう。ラリガーサンタンデール。レアルベティス、ベース、バルセロナ。さあ、ベティス。ベティスね、やっぱベティスといえばレタスケさんみたいな感じの、やっぱ、なんか、イメージついちゃってますよね。え？マルティネス、移籍してきてんだけど、めっちゃ似合ってんじゃん。いいね。マルティネス、俺すごい好きな選手ですね。MLS の、MLB って言うとしちゃった。なんでベースボールの方なんだよ。メジャーリーグサッカー。さあ、コーチにタケフサ映してくれないので、いじけました。ナチョ結構似合ってんな、バルサのユニフォーム。普通に似合ってる。さあ、キックオフでございまーす。この試合ではちょっと絶対ゴールという目標を掲げてやっていきましょう。さっきよりも、ちょっとエゴイストみたいな、エゴイスト的な感じで、エゴっちゃうみたいな、エゴさしちゃうよみたいな、ちょっとまた意味が違ってくるけど。ほい、危ない。うまい、今のボールコントロール。デンベレ、うわー、ちょっと違かったな。ちょっと今朝の竹下全然ひどいシュート。竹下うまいスパース、マジで決めろよ。おい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 。さあ、竹下劇場見せてあげよう。はい。はい、行くぞ。おいおい。おら！まあ、いいね。やっぱね、これぐらいの気持ち見せていかないと、パウロペスね、ローマ移籍しましたからね。パウロペちゃん。さあ、竹下。やっぱ竹下キャリアなんで。いや、なんか入れ替わったら、なんかパス出そうっていうか、もうパスみたいになってたけどね。うん、悪いけど。おー、そのパスはえぐいね。じゃあ、竹下にやるかも。ダメか。竹下、ドアーッ、ゴール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 。しゃあ、いいよ。はい、ゴロリンチョ、ダーン。しゃあ、バルセロナでの初ゴール。ちょっとここでね、当たっちゃって。もう一回チャレンジと。いや、素晴らしい。いいゴールだ。また抜いてんじゃないのかい。はい、シドネイのまたバーンと抜いていく。よしよしよし、これが伝説の始まりかもしんない、バルセロナでの。この試合初トリックだな、リアルに。リアル初トリックするわ。おい、いいね。やっぱりね、もうこういや、いいよ。なんかこの試合はちょっとね、自分の得意なコースに持っていけてる気がする。え、そのパス精度。カウンターに備えよう。今ね、ちょっと一応守備もするから。マークしとくから。ちゃんと、あ、もう、攻めに転じました。デンベレ。ナイス。おい。こっち入れ替わるよ。来たよ。はい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 。来た、マジかー。アルズ、バカ野郎、あっしゃー。えげつないゴール決めました。よしよし、なんか違う。今日の俺は何かが違う。そう言われてもおかしくないぐらいのね、今プレー見せつけてますからね。はい。素晴らしい。いなしにいなして。パウロペスもね、反応はしたけど、追いつかない。やばー、もうなんか今、どこ、スネら辺で打ってたけどね、今。スネゴールだわ、これ。スネちゃんま、もうスネオだわね、スネオ。よしよしよし。
バルサファンのもう心一気に掴んだんじゃないかこの試合で。かっこいい、何それ。ちょっとメッシとプレーしたいんだけど、主力がだいぶいなくなってるからさ、このバルセロナ。もうどうしてくれるの。そこの立て直しを任されたのがタケスさんかもしれないな。さあ行け、コーチニョ。これは無理か、ちょっと厳しいパス出しちゃったな。まあまあまあ、前半は好プレー見せたんじゃないの。後半もちょっとこのペースで行きましょう。ペナルティーエリアが強烈なゴール決めたんで、ありがとうございます。ほんと調子いい、なんか知んないけど、やっぱなんか冷静に、なんか本当に気負いせず、なんかもうシンプルにプレーした結果なんだな、これが。おい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 、大丈夫。ああ、危ねえ、オフサイか。全然ライン見てなかった、びっくりした。竹下変えられるかと思ったわ。アルトゥール入れてきた。この試合ラムジー正直パッとしなかったな。はい、いいよ。おお、そのパスはえぐい。竹下、え、なんか今ちょっと待って、今のはちょっとおかしいな。初めて見たな、あんなの。なんか瞬間移動したよね、ここ今あれちょっとやめてください、そういうの。ここ完全にもうドンピシャで合うと思ったら、いや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 、なんか今、え、そこなんか加速装置かなんかあった嘘でしょ。さあ竹下、おいよ、おいら来た。ダメだ、よかったな途中までは。ウィリアン・カルバロ何したの何をしたの、どこで何をしたの、全然分かんなかった。デンベレ変えられてマルコム投入と。さあいいですよ、ここどうすんのマルコム、決めろ。えー、おいやー、ポストか、残念。っていうかベティスさ、ヨビッチ獲得してんだよね普通に。今ヨビッチ入ってきたわ、マジか。ヨビッチベティス、おい、よし、初トリックあるよ、そういえば忘れてたけど。おー、マルコム、何それ、ひでえ。ハットトリック厳しそうか、時間帯的に。もうここら辺でパスカットしたりとかして取らない限りはきつそうだな。あー無理だ、ただ失点しないで終わってくれ。最後なんか終わりそう、失点して。ちょっとそれはイメージ良くないよ。オーケー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 、コーナーね。まあ竹下いても意味ないから、もうここら辺にいるわ、適当にサボってるわ。いや、あー、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、な、何したの今。さすがに PK はおかしいでしょ。あー、押し飛ばしたってこと、ちょっと厳しくない、マジか。シレッセン頼むよ、バレンシアに移籍しましたけどね、現実では。マルティネスか、止めろ止めろ。いやー、もう最後の最後で普通に決められました。一歩も動けずね。そう、無失点でね、いい感じで終わりたかったんだけど、まあまあ勝利したことがねでかいんで。しかも竹下の2ゴールでね、パス成功率 100%、 え、やばいな、ちょっと来てるかもしんない。さあ1点目、竹下、バルセロナに、はい、バルセロナ初ゴールと。そして2点目が素晴らしいよ、ここもう竹下無双だから始まってるから、パーン。いやー、神ゴールじゃん、スーパーゴールすぎる。マオザマッチでしょ、オーケー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 、そりゃそうだよ、他がやばくない、竹下以外ひどくない。さあ練習だ、92とか普通に行きそうだけどな。来ました、フランス代表に選出されました、ワールドカップの予選ですね。ワールドカップ出たいですからね、やっぱ結構代表選出されてない。てかウォーカーとかなんで出さないの、マジ意味わかんないんだけど。ビダルとかさ、ちょっと出してほしいね。なんか今適当にニュース見てたら、こんなニュースが、ムニエ獲得してんだけど。いや、いいね。いや、どんどんちょっと補強してもらわないと、
困るよ。てかマンチェスターユナイテッドにいたんだ。でもね、チャンピオンズリーグのね、グループステージの組み合わせが決まったみたいなので、A から順番に見ていこうかなと思います。まず A はパリ、トッツアム、アヤックス、セルティックと、なかなかいいなんかグループだねこれ。でグループ B、ドルトムント、ミラン、スポルティング、クラブ、ブルージュ。グループ C、リバプール、レバークーゼン、バレンシア、チェスカ、モスクワ。いいね。でグループ D、レアル、インテル、シャフタール、バーゼルと。グループ E、ユベントス、レスター、ディナモキエフ、アンデルレヒト。間違えました。ピエモンテ、カルチョ、レスターシティ、ディナモキエフ、アンデルレヒトでしたね。グループ F、バイエルン、ナポリ、ベンフィカ、コペンハーゲン。そしてグループ G、アトレティコ、リオン、ロコモティフ、ベシクタシュ。で、グループ H、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナ、シャルケ、スパルタク、モスクワですね。あ、じゃあ、ムニエあれじゃん。フルス対決とかあるんじゃないこれ。まあ、俺の注目はグループ E のね、ピエモンテ・カルチョですね。この次のセビージャ戦のスタメンめちゃくちゃいいんだけど。こういうの見たいの毎試合。おかしいよ、本当に。まあ、相手はセビージャというね、強豪クラブだからこれぐらいガチで行くみたいな感じなのかな。いや、で、毎試合これぐらい見せてもらわないと、ハイクオリティなねサッカーできませんから。ってことなんで次回ねめちゃくちゃ楽しみです。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイユニ。